戦国学園から戻った俺たちは今日のファイトをおさらいした。そしたらキリが、どうしても今すぐガオー君とファイトしたいんだ。俺はキリとファイトすることに。アーマナイトアスモダイをナイトにバディーコール。キリはアーマナイトアスモダイの入ったデンジャーワールドデッキで挑んできた。バックターン、アクシア、とどめだ。はっ、アスモダイの力まで借りたのに、やっぱり今の僕じゃダメなんだ。そしてファイトの後、そろそろ私も運命の王子様に巡り会いたくなっちゃったの。アクシアはバディを探して旅立っていった。同じ頃、岩塩京也の元に集まるディザスターのメンバーたち。さあ、世界を変えよう。僕たちディザスターの手で。奴らが何を企んでいるのか、俺もタスク先輩もまだ知らない。俺とドラムはバディポリスの滝原さんがクリミナルファイターを捕らえるところに居合わせた。正義のカードで敵を撃つ。ルミナイズファイティングカードバーン。滝原さんはヒーローワールドデッキをルミナイズ、バディはクリミナルファイターを追って地球に来たカードバーンだ。必殺ダブルソードスラッシャー。滝原さんはファイトに勝利するが、正体を表したクリミナルファイターはステラさんを人質にキャプテンアーサーの引き渡しを要求。キャプテンアーサーとは俺が生まれるずっと前に活躍した正義のヒーローで、今は消息不明と言われていたが、正義のために応える男、キャプテンアーサー。滝原さんの危機にキャプテンアーサーは颯爽と駆けつけてくれた。やっぱヒーローはこうでなくっちゃな。風が答えを知って、事件を解決し、キャプテンアンサーは去っていった。紹介しよう、相棒学園に新しい先生がやってきた。その名はカバラ L。 最強のダンジョンデッキじゃと。ひょんなことから俺は怒りの工場とバディファイトをすることに。そして始まるダンジョンワールド対決。魔王ガーグラー、大人の力を思い知らせてやるんじゃ。勇者ドラムをライトにコール。大人は常に子供の高い壁であるべきよ。貫通じゃんけんだ。こしゃくな。アチョキパー、貫通を得る。俺は強敵怒りの工場相手にダンジョンワールド対決を制した。お見事ね。だが、カバラエルフがディザスターのメンバーだということを俺はまだ知らない。ディザスターの口名はテルミが俺のことを狙っていた。アスクレピオスの万能薬。もちろん俺はそのことを知らない。私の思いのままに操る。だが、テツヤとアスモダイの歌を聴いた途端、口名は苦しみ出す。テツヤの矛先を変えた口名はディザスターフォースを使い直接襲いかかるが、あんたたちの歌とダンスがどうして私をこんなにもイライラとさせるんだわさ。そんな力に頼ったお前が自由ではないからだ。邪眼解放、呪いを撒き散らせ。二人はバディファイトで決着をつけることに。エリオス、アスモダイ、ペパル、3人でやっちゃうよ。メデューサが場に出た時、手札のゴルゴンを1枚捨てたら、相手の場のサイズ1以下のモンスターは全て破壊できるんだわさ。エウリワレの2回攻撃でとどめだわさ。こうして俺の知らないファイトは終わった。二度と私の前に姿を現すなだわさ。口縄の心に波紋を広げて。番長さんにアタック。よっしゃ。俺がカザネとのファイトで盛り上がっていた時、え、天候、ガオー君をライバルと認める藤宮さんに勝てば、きっとガオー君の記憶にも残るはず。キリはカザネとファイトすることに。僕の全力を出し切って、ガオー君に忘れられないようなファイトをするんだ。キャスト、ブレッフェンガルド、グレイプニルを破壊。勝つんだ。ガオー君が引き当ててくれたこのマロー・フェンリルで。そうすれば絶対ガオー君も僕のことを忘れたりしない。シャルサーナのカゴ、シーラバンナーとブレイドでフェンリルに連携攻撃。僕とガオー君のフェンリルが、いくよー、グローリーシーカーでとどめ。この勝負のことも僕のことも忘れちゃうんだ。キリはカザネに負けた。そして翌日、転校したキリの前にディザスターのメンバー山崎ダビデが現れた。友達になろうよ。
俺とドラムはキリに会いに行くが、ガオ君とまたファイトできるなんて。キリの手にはあの黒いコアデッキケースが握られていた。完全なものとなる。レジェンドワールドを使うキリと俺のファイトが始まった。キャスト大魔法ラグナロク、その効果、場のカードとお互いの手札を全て破壊する。そしてグレイプニルが破壊された時、そのソウルに入れたモンスターをコストなしにコールすることができる。さらにバディーコール、ナイトにアイスブレイドジョーカー、ブレイズレイシャーキャッチ、ついに完成したんだよ僕の最強コンボデッキ。俺はキリのコンボに追い込まれるが、勝ち負けよりももっと大事なことがあるんじゃねえのか。なんとかキリを倒した俺の前に現れたのはな、俺様の言った通りだね。こいつはお前の力。キリに黒いコアデッキケースを渡したのは、お前は誰よりも強く、こいつ山崎ダビデだった。来ないで。ガオ君に僕の気持ちはわからない。こうしてキリは俺の前から姿を消した。お前のデュエルズイーガーは死神の操るマリオネットになったのですし、あの轟き現場が負けた。シドウマゴロクの使っていたデッキはダークネスドラゴンワールド、さらにもう一人のダークネスドラゴンワールド使いが現れる。そいつはあの山崎ダビデ。対戦相手はカザネだった。グミスライムをセンターにコール。お友達をやっちゃうよ。霊撃。俺様の可愛いドラゴンたちが相手のモンスターを破壊したとき、ファイターにもダメージを与える。だけど、カバネも負けちゃいねえ。ダビデは窮地を迎えるが、あ、ドロー。そのカード、今ポケットから。よくやったぜ、プラティムーン。お前はもう用なしだ。さあ、次、行ってみようか。ファイナルフェイス、キャット。スローペインフォー。ダビデはイカ様をして、カバネを倒した。次は俺とのファイトだ。スタートする。俺と山崎ダビデとのファイト。キリは今どこだ。知りたきゃ俺様とファイトしな。この俺様に必殺技でとどめをさせたら全部てめえに教えてやらな。ダークネスドラゴンワールド使いのダビデはやはり強敵だった。またしてもイカ様をするダビデだが、俺はファイトを続行。俺様がイカ様しようが、てめえはファイトを続けるっきゃねえのさ。そっちがどんな卑怯なことをしようが、俺は負けねえ。鉄拳ドラゴナックル。そしてついにファイナルフェイズ、ゴーンザンガルガンチュア。新必殺技、ゴーンザンガルガンチュアパニッシャーが炸裂。山崎ダビデに勝利した。約束だ、キリの話をしてもらうぞ。ディザスターフォース発動。俺様の答えはなこれだべ。俺もカードの力を現実に。いや、まさかな。バディポリスは一体何をやってるんですか。死神と名乗る謎のファイターがファイトで倒した相手からバディモンスターを奪う事件が続いていた。僕が死神を捕まえてみせる。タスク先輩がバディポリスの資格を剥奪されたことを知らないザンヤは自分で事件を解決することを決意する。僕が死神さ。ついにザンヤの前に現れる死神。ファイトが始まる。君はただの優等生さ。頭がいいからバディファイトもそこそこ強い。でもそこでもこれ以上は時間の無駄だ。グレッフェンゲルド、マロフェンリル。この勝負を最後にバディファイトから足を洗うことだね。ゴーグレイシャーキャッツ。ザンヤは死神のコンボに乾杯。そしてファイトに勝った死神は、バディもコアガジェットももういらないよね。ブレイズアイスブレードジョーカー。あのモンスターがバディってことは、あいつはキリ。君たちのバディもそのうちもらってあげるよ。キリ、死神は本当にお前なのか。バディポリスに起こった異変。タスク先輩が資格を奪われただけでなく指揮官まで変わってしまった。たとえ一人でも僕は信じた道を行く。さらばバディポリス。一人で戦う決意を固めたタスク先輩はまだ何も知らない俺を訪ねてくれた。どうして
どうして一緒に行こうって言ってくれないんだ。ダチを危険なところへたった一人で行かせたりはしねえ。俺とタスク先輩はディザスターの秘密基地に突入。そこで俺たちを待っていたのはガエン教や、やはりあなただったのか。この世界を救えるのは君と僕だけ。君は僕の友達になる資格がある。そして俺はついにキリと再会する。分かってるんだ、隠さなくていい。僕はもう漂流キリじゃない、死神だ。ガエン教やの要求に応じてタスク先輩はシドウ・マゴロク・山崎ダビデを相手に2対1のファイトをすることになった。僕のバディ、ジャックナイフドラゴンをライトにバディコール。この戦い、必ず勝つ。ああ、装備きたね、ジャック。ごめん、使いこなせるかな、君にそのカード。人竜一体、ジャックナイフゴルドリッター。シドウのクリメーションにアタック。タスク先輩はシドウ・マゴロク・山崎ダビデを相手に2対1のファイトに勝利。一方、大魔法ラグナロク、俺は死神の仮面を剥ぐためファイトを続けていたが、バディとの友情を見せたつもりだろうが僕の凍った心には届かない。最強コンボで追い込まれてしまう。お前は大事なことを忘れてる。バディファイトは相手がいて初めてできるんだ。なあキリ、楽しいよな。バディファイトは必殺。今俺たちは最強のファイトをしてるんだ。ゴーザンガルガンチュア。こうしてキリとのファイトは俺の勝利で終わった。囚われているバディモンスターたちを救うためディザスターの秘密基地を進む俺たちの前にタスク先輩。さて、ディザスターにはバディモンスターを自由に操る技術があった。だがそれでもダイヤのバディかよ。うん、拙者が活路を開きます。月影、俺たちは月影の犠牲によって脱出に成功。だが月影は今のこの子は私のバディ、ガオちゃんが私に勝てたら返してあげる。俺は月影を取り戻すためディザスターの一人カバラエルフとファイトすることになった。爆竜が、さあおいき、私の可愛いフグツたち、ガオちゃんにアタック。ああ、進化したガオフォーメーションを見せてやる。飛べブーメランドラゴン。ああ、よいしょ。月影、ファイトの中月影は戻り、うん、ファイナルフェイズ、ゴーザンガルガンチュア、パニッシャー。俺はカバラエルフに勝利。受け取りなさい。渡された招待状にはガエンカップの文字があった。出場すればあんたたちの知りたがってることがわかるかもね、タスクちゃんの行方とか。